マッスル北村はボディービルダー、タレント。本名は北村勝美。小学校6年生の頃から体を鍛え始めた。中学校2年生の時、自宅から川口湖の往復 300km のサイクリングに挑むが、自転車を16時間漕ぎ続けたところで意識を失った。高校生の頃にも自転車に熱中していた。二浪して東京大学に入学する。 東大に入学後、東京大学運動会、ボディビルウェイトリフティング部の先輩と出会い、進められるままに関東学生選手権に出場する。しかし、当時の体重は 55kg 程度で会場に至った、選手との体格の違いを痛感したという。ボディビルに目覚め、卵を20から30個、牛乳を2から3リットル、さらにサバの缶詰を3缶、加えて、 プロテインの粉末3 0 0ムを毎日摂取した。また、鶏のささみ肉をミキサーにかけ、ペースト状にして摂取していた。消化吸収のために消化剤も大量に摂取していた。大学の授業には全く出席せず、最終的に東京大学を中退している。大学に通わず、ひたすらトレーニングに明け暮れる息子に対して、父親が熱行し、ダンベルシャフトで何度も、 彼の頭を叩きつけた。この時に左目が網膜剥離となり手術を受けたという。東大中退後、東京医科歯科大医学部に合格、入学するも再び中退する。1985年のアジア選手権でライトヘビー級の称号を獲得した後、芸能活動も始める。2000年8月3日、低血糖からの合併症で心不全を引き起こして死亡。 2012年8月31日、現役当時に専門雑誌に掲載されたトレーニング記事を再収録した書籍マッスル北村伝説のバルクアップトレーニングが発売された。ありがとうございます。